演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ローソンのキャラメルマキアードがアフォガードを舐めたいと思います。キャラメルマキアードとかいうのは結構です。アフォガードなんてコンビニでやれるんですね。これは危険ですよな。バニラアイスもいい感じに浸透してますしね。それでチャンネル登録よろしくお願いします。そのアフォガードからいただきます。結構多めに入っていたアイスクリームの冷たさとまろやかさが苦いコーヒーと見事にマッチしていて美味しかったです。ただもうちょっとアイスを溶かした方が良かったというのはこれ完全に自分のミスなのですが、部分もありましたのでこちらの点数とさせていただきます。で、こちらのキャラメルマキアート、こちらはキャラメルの苦味、甘みが口の中にふわっと広がっていって口当たりの良い泡とともにシュンととろけて、とても大人な気分になれました。以前飲んだファミリーマートのキャラメルラテと同じくらいこちらも美味しかったです。というわけでこちらも点数させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終了。